私今日も寒霊庫でお酒なんかおかんしちゃおうと思ってます。今日のおつまみはこれです。そら豆、しいたけ、しいたけ、そしてねギ、ねギをぶつ切りにしたものも用意してます。なかなか出てこないですけども、えー、これを寒霊湖じゃなくて、えー このヒダコンロで焼くんですよね。カンドは、この左上の、あ、今ネインが出てきましたね。ネイも焼いてます。これネイをね、よく焼くと甘,甘みができて美味しいですね。あ、お酒はこれですね。月経缶、辛口というやつね。えー、2リッター入りの紙パックの安いやつなんですが、えー、これも結構缶にするとうまいんですよ。 で甘蔵庫はあのこの絵の左上の方にちょっとちらっと見えてますがこれはちょっとちっちゃいやつなんでこれはあの炭火の上で炙るなんてことはできなくてもう缶付け専用甘蔵庫ですねそして、えー、こんな感じです今日のおつまみはこんな感じ焼き鳥はつくねとレバーとも,もねこれは焼き鳥用意してあるのはえー そら豆とか炙ってる間にちょっと食べられるようにもう焼き鳥は用意してありますね。でお酒がなんだかんだしてるうちにお酒がこう勘に勘がつきましてでうまいなと。で焼き鳥をかじりながら飲んでるとさあそろ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 こ,これはなんか焼けたのかなみたいな感じであーそろそろあっしいたけがねここで 焼けてきてきるんですしいたけは逆さにして焼くんですがこの逆さにしたこの傘のところにちょっと醤油を垂らして焼くとうまいんだなで今度は何を食べるんでしたっけえー、っとなんかああ焼き鳥ですねまだしいたけ焼けてないからね焼き鳥を食ってんですねこいつはで、えー、そろそろいいかなみたいな感じで 今度、ね、えそ、ー、ら、えー、豆の様子を見に行くわけですわこうやってでそら豆ほらあお湯がちょっと汁が出てますよね先っちょの方からなんかジュルジュルジュルっとそしてえー、まあ表面は焦げてもですね中はね、えー、焦げてませんからね蒸し焼き状態になっててねそら豆ってでっかい割にね 内容が少なないんだよねなんか俺みたいなやつだなこいつ。<laughs> そフフフ。空豆こんなでっかいのに開けてみるとね4粒ぐらいしか入ってなかったりしてねちょっとがっかりするんですがまあそれはそれで美味しいからいいんだけどね、えー、割とこういっぱいあの、うん、炭の熱を使った割に4粒しか焼けなかったっていうのはなんか。 なんか熱量を損したような気分にもなりますがまあこの焼きたてを食べるのが美味しいんでやっぱねこれはいいねその辺はまあ妥協ですな、うん、焼けた焼けたいい感じに焼けた食べるそら豆うん柔らかくてよく焼けてますなっていう感じですねうんそしてお酒を飲む 酒とそら豆、なかななかか合いますなあ、えー、やっぱりね、感動痕、ちっちゃい感動痕は酒専用、おかん酒専用にして、それと同時にこういったね、ひだこんろを用意するっていうのは最近のパターンですね。このネギもね、すごく焦げちゃってますけどね、このぐらい焦げたほうがね、うまいんですよ。中のほうがね、甘くなってんですよね。えー、ここううやっっててね、中がね、ね、が柔らかくてつるっと、ね、こう噛むと、噛む 中身がびょろんと出てくるような感じになって美味しいです。